韓国ソウルに在住している日本人の親子が先日来日しました。藤田香織牧師と息子さんの吉也君、長野県で開催される第7回ジュニアオリンピックジャパンカップに出場するためです。現在高校1年生の藤田吉也君は5歳の時からテコンドーを始め、小学校5年生でテコンドーを本格的に学ぶため韓国に移住しました。きっかけはある選手との出会いでした。日本で教会にいた時に、そこにオリンピック元オリンピックの選手の韓国の方がいて、その方に教えてと言ったら、オリンピック出るなら教えると言って、それでオリンピック目標にして学びました。そうです、吉也君がテコンドーをするのはオリンピック出場を見据えてのことです。ですから2020年のオリンピック開催地が東京に決まった時は、親子揃ってもちろん嬉しかったし、ますます気合が入りました。これがチャンスだと思って、これ目指して頑張って努力 しています。必ず高校3年生のブラジルオリンピック、大学4年生の2020年東京オリンピック、神様が準備してくださっていますから、確実にものにしていくと、そういう征服していくっていうことですね。はい、それを使命として努力したいと思います。それでもオリンピック出場を目指すのは並大抵のことではありません。小学生のうちから猛練習を強いられた吉也君、でも努力は報われて喜びに変わります。辛かったことは、まあほぼ毎日が辛かったと思います。練習も厳しくて、怪我はもういっぱいありますね。でもそれだけ努力して試合とかで勝ったり優勝したりしたら、ここからまたやりたくなるとか、そういうの思います。さて、ではそろそろ吉也君が出場したジュニアオリンピックジャパンカップの結果をお知らせしましょう。全国から約430名が参加した今回の大会、吉也君は日頃の練習の成果と信仰による力を発揮し、次々と勝ち進み、なんと優勝を果たしました。しかも最優秀選手賞 MVP も受賞したのです。応援席から見守り続けていたお母さんはもちろん大喜びです。もうただただ感謝しかないんですね、今は。本当に、言葉もないくらい嬉しくて、昨日は、はい、で多くの世界中の宣教師様たち、それから牧師先生、信徒の皆さん、応援してくださっていますので、カカオトークを昨日400ぐらい打ちました。ありがとうございます。優勝しましたということで、はい、もうハレルヤとおめでとうございますしかないんですね。みんなも同じで嬉しくて、だからヨシアにも、あなたの努力がみんなをこんなに幸せにするのよっていうことを言いました。でもなんと当のご本人は余裕でした。なぜなら彼の目標はしつこいようですが、オリンピックだからです。そんなに苦戦ではなかったと思います。目標はオリンピックなんで、まあここで終わっちゃダメだと思って、まあ、オリンピックに一歩近づいたぐらいだと思います。オリンピックに出たいという彼の夢の根底には、金メダルが欲しいのはもちろんのこと、もう一つの願いがあります。神様がいるからここまで来れたと思ってるし、これからも祈りながらやっていって、オリンピック出て、まだ福音を知らない人たちに福音を知らせてあげたいとも思っています。そして吉也君のビジョンはオリンピックの先にも見えています。テコンドーでもう有名になったら、そこから宣教師として福音を伝えたいと思っています。オリンピックを目指し、
テコンドーで神様に栄光を表したいと願い、ずっと親子二人三脚で頑張ってきた母香織さんと息子ヨシア君の絆もどんどんと深まっています。本当に昨日もね、あなたのママで私は本当に幸せありがとうって言ったんですね。本当に生きがいだけでなく、その神様がね、本当にヨシアを愛してて、ヨシアに絶対恥をかかせないんですね。そういう奇跡をずっと見続けてきているんです。そういう子を神様が私に預けてくださって、育てさせてくださって本当に感謝しています。いつもそばにいてくれて、祈ってくれて、いつもありがたいと思って、これからも一緒にそばにいてくれたらいいなと思ってます。次のブラジルオリンピック、そして2020年の東京オリンピックで藤田ヨシア君の勇姿を見ることができるでしょう。クリスチャン日本人選手としてテコンドー世界一を目指すヨシア君を今から応援し、東京オリンピックではみんなで熱い声援を送ってください。